ソルントゥム、またはソルスはシケリアの古代都市。フェニキア人がシケリアに建設した主要な三つの都市の一つであり、島の北岸で他のフェニキア人主要都市であるパノルムスから1 6トルの距離にあり、ザフェラの岬の東の付け根に位置する。町はカタルファーの山の南東斜面標高1 8 3ルあたりに建設され防御に適した場所であり、 周囲の眺望も良い。一部の学者はソルントゥムとソルスは極めて近くにはあったが別の都市であったと考えている。最初にソルスが建設され、その上側にソルントゥムが建設されて住民を吸収していった。現在の行政区分ではパレルモ県のコムーネであるサンタフラービアのソラントに位置する。ソルントゥムの建設時期はパノルムスと同様に不明である。 隣接するパノルムスと同じく、ソルントゥムは、ギリシア人植民都市がシケリア中に広がった際に、シケリア西部に、フェニキア人が保持していた数少ない都市の一つである。その後、パノルムスとモティアと共に、カルタゴ領もしくはカルタゴ従属都市となった。紀元前397年に、シュラクサイの選手リオニュシオス一世の恐ろしい軍備の、 ために、シケリアのカルタゴ同盟都市がそれを破棄した際にも、ソルントゥムとカルタゴの同盟は揺らがなかった。その領土はディオーニュシオスに略奪されたが、効果はなかった。この戦争の後半、ソルントゥムは裏切って、ディオーニュシオスに手に落ちたが、すぐに、カルタゴがこれを奪還した。ソルントゥムは通常は確かにシケリアにおける、カルタゴ領の都市の一つであったが、紀元前307年には、 シュラクサ祭の選手アガトクレスの軍隊に占領された。しかし、アガトクレスがカルタゴと平和条約を結ぶと、再び、カルタゴの手に戻った。第一次ポエニ戦争の間でも、ソルントゥムは、カルタゴの属領であったことがわかる。パノルムスがローマに攻め落とされると、ソルントゥムも解除をした。シケリア全体が、ローマのシケリア属州となるとソルントゥムはそのムニキピウム、の一つとなったが、 その重要性は高くなく、キケロのウェッレス断崖演説で、ほんの少し触れられている程度である。ダイプリニウスとプトレマイオスの著作には、記述があるが、その名前は誤って、ラムがウプシロンラムだと綴られており、アントニウスの旅程表のポイティンガーズでは、パノルムスから12マイル、テルマエから12マイルの距離にあるとされている。ソルントゥムは、古代から貨幣を鋳造していた。 完全に破壊されたのはサラセンの時代と思われる。現在発掘されているのはローマ時代の遺跡であり、まだ調査されていない部分もかなりある。大きな石のブロックで舗装された2本の古代の道路の痕跡が町まで続いており、カタルファノ山の頂上全体が古代の城壁と建物の基礎の破片で覆われている。2つの寺院の遺跡があり、中東とフリーズの一部が発見されている。 ライオンとヒョウの彫刻の間に立つ古代オリエント風、アルテミスの像が発掘されており、パレルモの博物館に他の発掘物と共に展示されている1857年には、カラカラミカドの妻フルーやプラウティラを市民が称えた、碑文が発見されている。南側から町に接近する道路は曲がりくねっているが、急な傾斜地であるにもかかわらず、市内の道路は、 同一間隔で東西及び南北に走っており、交差点は直角である。道路は原則として厚い石板で舗装されている。建物は、壁は当初は、仕上げ加工がされておらず、後に、漆喰で仕上げられている城壁の下部にはしばしば、自然石が使われている。ペリスタイルを持つ大きな屋敷の一つが1911年に発見されているが、誤って、ギムナシオンと名付けられた。 町の最上部には岩を加工した水槽があり、頂上部にはモザイク装飾された床と塗装された壁を持つ大きな屋敷がある。いくつかの墓も発見されている。ありがとうございます。